で、マンションを売る際の時期、タイミングで、ご注意していただきたいのが、今現在、売り物件が同じマンションで、どれだけ出ているかっていうことを気にしてください。で、時期によってはたくさん、大きい大規模なマンションなんかだったりすると、一度のタイミングで3件4件出てるってことは当たり前だったりするんですね。で、その中で、その状況の中で売りを売ろうと思うと、当然その今出てる部屋の金額を配慮せざるを得なくなってしまうんですね。で、要するに、簡単に説明すると、話簡略化するために、部屋の広さとか間取りは全部同じっていう前提で考えますけども、今最上階が3980万で、その1個下が3880で、その下が3680と。で、今回売り主さんこの2階の部屋を売ろうと思ってるんですけれども、今現在こういう状況で売りに出てますから、じゃ自分売り主さんがいくらですね、3980万で売りたいかと思ったところで、最上階の金額と同じじゃないですか。で、普通に考えて同じ金額で、条件が良ければ、最上階で、眺めも良くてということを考えたら、2回選ぶ人がいるかって言ったらいないと思うんですよ。やっぱり同じ金額だったら、よりいい条件の、部屋に住みたいということが普通でしょう。で、中に2階の方がいいよ、上の方はあんまり好きじゃないから下の方がいいよっていうお客さんももちろんいると思うんですけど、とはいえ、じゃあ、この今2階を3980万で買うかって言ったら買わないですよ。なんでかっていうと、今現在物件がこういう状況で出てますと。で、2階3980万ないんじゃないのと。2階だったら、3階が3680万だから、せめてこの3580万じゃないのとか、そういう形で金額交渉が入ってくる可能性がありますよね。なので、売り主さんの希望、あるとは思うんですけども、今現状でその同じマンションでどのくらいの物件が出てるかっていうことによって、金額がすごい引きずられてしまいますので、場合によってはこの競合がいっぱいある時期はあえて避けてですね、全部売れた後に改めてこの物件を売りに出すという時期的なタイミングを測ることも、戦略としては一つとして重要かなということがあります。